幕下付け出しから十両までわずか一場所で昇進し、その後も二場所連続で勝ち越しを決め、令和の怪物と言われている落合。そんな彼は夏場所後、しこ名を白鵬鵬に改めました。身長181センチ、体重153キロと恵まれた体格を有し、あまりにも早すぎる出世のため、大銀杏や髷はおろか、まだ襟足もないザンバラ頭で2023年の名古屋場所は入幕確実とされています。そんな彼について、元横綱の武蔵丸が足りないものがあると言及しました。2003年8月22日に鳥取県倉吉市で生まれた白鵬鵬は、小学校4年生の時から本格的に相撲を始めます。小学校を卒業してからは倉吉を離れ、相撲の強豪で知られる鳥取市立西中学に進学。この中学時代に本人も認める黒歴史があったそうです。中学校になってから本格的な稽古が始まり、相手にぶつかられた時に頭に大きな衝撃を受け、恐怖で体が動かなくなってしまったそうです。卒業後は相撲の名門である鳥取城北に入学し、2年と3年の高校総体では高校横綱のタイトルを獲得。3年時にはさらに全日本選手権でベスト8の成績も残したので、入門すれば序ノ口と序二段を飛ばしてすぐに三段目から相撲を取れる三段目付け出しの資格を得ました。しかし卒業後すぐにはプロ入りしませんでした。相撲浪人して肩の手術を受け、怪我を治すことに専念します。怪我が治った後は父親の会社に所属して、全日本実業団相撲選手権大会に出場して優勝。元横綱白鵬の13代目宮城野親方に誘われ、宮城野部屋へ入門しました。2022年に実業団横綱となったため、初土俵となった2023年の初場所は幕下でデビュー。組んでよし、離れてよしのオールラウンダーですが、どちらかというと四つ相撲を得意としています。そしてデビュー場所は幕下15枚目格付け出し力士としては下田以来、史上2人目の全勝優勝を決め、次の春場所での新十両昇進を確実なものとしました。新十両となった春場所は10勝5敗の成績を残した落合。場所前は15日間も相撲を取れる楽しさを口にしていましたが、場所が終わった時には、楽しみという言葉がふさわしくなかったと思っています。本当に命がけじゃないと勝てないと痛感しました、と述べました。そして2023年の夏場所、西十両8枚目という番付で初日から10連勝、12日目に11勝目を挙げた際には、その後の成績で遠藤以来昭和以降2例目となる初土俵から所要3場所での新入幕が見える状況となりました。結果、この場所の成績を14勝1敗とします。この場所は東十両筆頭である豪ノ山も同じ14勝1敗で成績が並んでいたため、優勝決定戦が行われることに。十両での14勝1敗同士での優勝決定戦は史上初の出来事となりましたが、残念ながら敗れて十両優勝を逃した落合。豪ノ山との対戦戦績はこの前の場所とこの時の場所と合わせて0勝3敗となっています。今後雪辱が果たせるかどうかも見どころですね。取組後、自分の方が豪ノ山関よりも弱い、それだけだと思う、と悔しさを押し殺して話した落合。優勝決定戦を終えて引き上げた西の花道では、師匠の宮城野親方からいい経験だと声をかけられました。落合も、いい経験をさせてもらえたと思う。絶対にこの悔しさはこれからの相撲人生に生きてくる。最後に自分の弱さを突きつけられたけど、いい負けだった、と前を向きました。優勝はできなかったものの、名古屋場所での入幕を確実としたことで、しこ名を本名の落合から白鵬鵬へと改名することに。名前の由来は地元鳥取の旧国名ほうきの国から白。相撲を始めたきっかけとなった倉吉市の相撲大会、桜相撲から桜。師匠の13代目宮城野親方の現役時代のしこ名、白鵬から鵬の字を取りました。桜という字を入れたことから、土俵で桜を咲かせたいという思いもあるようです。宮城野親方は体の大きさによるパワーとスピードだけでなく、四つ相撲が取れることを評価しています。現時点での通算戦績は3場所で31勝6敗とかなり好調で、師匠も本当に相撲を知っていると絶賛。名古屋場所、幕内でどれだけの成績を収められるのか注目していきたいですね。
デビューしてから素晴らしい活躍を見せ続けている落合ですが、その落合に足りないものがあることを見抜いた人物がいます。第67代横綱にして通算連続勝ち越し記録保持者である武蔵丸です。武蔵丸は夏場所14勝1敗で惜しくも優勝決定戦で敗れ、十両優勝を逃した落合の相撲についてこう言及しました。19歳の割に随分守りの相撲を取るんだね。優勝決定戦で戦った豪ノ山は立ち合いからしっかり攻めることができていたものの、一方の落合は受けてから何とかしよう、回しを取ってからどうにかしようと豪ノ山とは正反対の受けの相撲を取っている印象を受けたそうです。今後もう少し細かい相撲を取っていけばもっともっと面白い存在になると武蔵丸は期待を寄せました。また今の相撲界は世代交代が進んでおり、どんどんニューフェイスが出てきていることから、これからの相撲界はますます面白くなると確信した場所だとも武蔵丸は語りました。いかがでしたか。日本人横綱の稀勢の里が引退してから4年、絶対的王者とも言うべき存在だった白鵬が引退してから2年が経ち、横綱や大関が不在になることもあるなど、心配になるニュースもちらほら出ている相撲界ですが、白鵬のような若い力の台頭というのは相撲ファンとしてもワクワクするでしょう。多くの各界関係者が白鵬は日本を代表するような力士になれる素質を持っていると評価しているようです。名古屋場所からは成績次第では三役力士などと対戦する可能性のある幕内で相撲を取る白鵬、師匠の白鵬を超えるような横綱になることを期待したいですね。